はい、どうも皆さんこんにちは。ちょっと鼻が詰まってるぞ。今回の動画は、2018年のお気に入り、寒気のお気に入りです。なぜならちょっと上半期のやつ作ったので、紹介してないものを紹介してるかな、ちょっと被ってるのあるか分かんないんですけど、私もちょっと記憶がね飛んでいる部分があるかもしれないんで遅れてしまったんですけど、まあ許してください。ちょっとまとめるのに時間がかかったのと風邪をひきました。ですごい結構量が多いので、まあ素早く、ね、説明していきたいと思います。カラコンで一番お気に入りのカラコンが今つけてるやつなんですけど、リアージュのマーガレットモカっていうやつですね。で、着色直径が 13.8 ぐらいで結構大きな感じなんですけど、私なんだろう、三白眼っていうか結構黒目があのがっつり出ないとちょっと顔に物足りない感じが個人的にするというか、すごいナチュラルなんだけど漏れるカラコンで使ってます。で、ワンマースなんです。1年はだいたいこのカラコンをだいたい使ってますね。で、気分変えるときに他のカラコンを使うっていう感じです。プランミーのメープルションっていうやつですね。これすごい本当にナチュラルに綺麗なブラウンっていうか、透き通った感じのブラウンっていうのかな、あのおしゃれなブラウンで、橋本環奈ちゃんみたいになんか元から色素薄い感じにしてくれるので、とってもお気に入りでした。おすすめです。だからあのマーガレットモカみたいにがっつり行きたくない時で、ナチュラルにちょっと可愛く盛りたい時はこっち。待って、頑張って。ラルムの、メルティシリーズの、なんだこれ、ピンクのやつですね。ピンク、これ緑色のバージョンもあったんですけど、あのオリーブな感じのね、そっちよりも私はピンクの方が可愛くて好きでした。つけ心地もまあまあかな、だったのですごいお気に入りです。なんかちょっと違った目元にしたい時はこれ使ってました。で、パックの方いきたいんですけど、パックはまあこれも紹介したか分からないんですけど、メディヒールかティーツリーですね。お気に入り、あの保湿がすごいされるのと、まあ肌が朝になってももちもちっていう、マイビューティーダイアリーっていう、まあ、あの1回、動画の方でも紹介させていただいたんですけど、私の経営日記の、まあ、白真珠、まあ、黒真珠何でもいいんですけど、これすごいお気に入りです。マスク自体は薄めなんですけど、すごくあのピタッとくっついて、浸透させてくれて、お気に入りでした。こちらこれは韓国で買ったやつなんですけど、8月ぐらいに、ワンステップオリジナルクリアパッドっていう、これすごい有名で人気になったやつですね。まあ角質をこうくるくるすると取ってくれる、パッドになるんですけど、まあなんか本当に効くのかなと思ったんですけど、本当にここに風呂上がった時にこう、まあ、なんだ優しくこするとあの角質が取れてすごいお気に入りです。まあなんか毎日やるっていうか、たまにやるのがおすすめです。で、まだ残ってるのでスパはいいかなっていう感じです。日本でもスタイルコリアンとかそこら辺で買えるので、まあ気になった方はあのネットとかで買ってみてください。こうしてる、こんにちはこんにちは。韓国で買ったやつ、アイムミミっていう、ミミですねってところのマルチキューブっていうアイシャドウが4つ入ってて、下にチークがセットになってるの、4番のねピンク色のカラーのところをよく目の下に入れて、まあ、毎日ベックでも紹介したんですけど楽しんでましたね。冬は旅行に行く時とかにかさばらないので、すごい持ち運びとかに便利なアイシャドウです。で、こちらこれも韓国で買ったやつなんですけど、まあ、日本でも買えるやつです。クリオのケルカバーファンデーション、クッションファンデなんですけど、これ私リネンっていうカラー買ったんですけど、まあ韓国でこれ買うとあのリフィルが無料でついてきて、なんか500円とか1000円ちょいとかくらいだったので、すごい、まあ、安かったですね。パッケージのとこもなんか鏡として今使えるので便利だし、本当にカバー力がすごいんですよね。なのでなんかリキッドファンデでカバーできなかった鼻の周りとかをこれで付け足してカバーしたりしてました。これだけで全部やっちゃうと結構ね白くなっちゃったりしたので、付け足しコンシーラー的な役割で使ってました。ビリーバイレットの、ラブビームチークっていう、すごいねこれお手頃な価格だったんですよね。すごい気になると思って買ってみたんですけど、3番のドーリシローズっていうから、他にもう一つ買ってたんですけど、ナチュラルっていうの結構すごいつけすぎずに使える感じでお気に入りです。このチークしかもチプラなのでコスパがすごい良かった。
あとこちら16ブランドのモチパクトっていう、これはね一応ハイライトですね。で、ピーチライトっていうカラーなんですけど、これがまたピンク色っていうか、なんか普通のハイライトじゃなくてピンク色の感じも入ってて、すごい珍しくて、お気に入りでした。はい、こっち3コンセプトアイズとメゾンキツのコラボのやつですね。クッションチークのジンジャーピンクっていうかですね、これがまたなんかすごい可愛らしいピンクで、一時期これしか使ってなかったかな。あと持ち運びにも便利なので、その場で塗れるし、ブラシ持ち運ばなくていいから軽いし、だいたい友達家泊まりに行く時とかこれとかよく使ってました。あの発色もすごいいいのでお気に入りです。と2つですね。ルヴァントコスメティック VT コスメの、プライマー、これがねすごいラメが入ってて、他にないラメ の、 あの輝き方が違って、すごい紫色っていうんですか、なんかちょっと青っぽいラメなので、面白いプライマーで、珍しくてすごいお気に入りです。ただ容器がもうちょっと、これ前も言ったんですけど、出しにくいんだけど、すごい中身すごい好きでした。クール感出したい時は、これ使ってます。でこっち、これはリップスティック の、 キラキラした方のやつですね。これがまたなんか普通のキラキラっていうよりも細かいキラキラがいっぱいつくタイプのリップで、付け足し、まあ普通にリップ塗ってから上に付け出す感じで使ってました。これ何番だっけ、5番です。これももうなんか毎回紹介してる気がするんだけど、エチュードハウスのカラーマイブアイブロウマスカラですね、のリッチブラウンです。で、まあ、なんだろう、他のマスカラのアイブロウマスカラ使ってみたりしたんですけど、やっぱり自分の髪色とかね、一番合うのがこのカラーだったので、多分もうずっとこのカラーを使うだろうなっていう感じがします。です、めちゃくちゃお気に入りのやつです。これ日本で買ったので、なんかちっちゃいの買っちゃったんですけど、本当は大きいのを使ってました。韓国で買ったんですけど、アメリカのやつですね。スティーラの、グリッター&グローリキッドアイシャドウですね、のこれはダイヤモンドダストっていうカラーなんですけど、すっごいね、なんキットなのですごい塗りやすくて、しかも発色がすごいキラキラの目になるのでお気に入りでした。他のやつの種類もなんか7種類ぐらい持ってるんですけど、これは白いラメの中でお気に入りでした。ピンクとかでもいいの。まだ半分もいってないんだけど大丈夫？ポーランド城のモイスチャライジングファンデーションプライマー、化粧下地と美容液が2つも入ってるやつですね。フラッとポーランド城行った時に、まあなんか買ってみるかみたいな、そんなめちゃくちゃ高いわけでもないしなと思って買ってみたんですけど、とんでもなく良かったです。なんか下地ってそんなに使い切るタイプじゃないんです。一回も使い切ったことないんですけど、見てください、このこれだけしかない、夏からずっとこれですね。で乾燥肌にもすごいいいし、ちゃんと保湿もしてくれて、ちゃんとファンデーションもパッとくっつけてくれる優秀な下地になってます。はい、でまあ同じく下地なんですけど、トム・フォードのイルミネーティングプライマー、これ本当にまあバカ高い、プライマーですね。これも結構ラメが入ってて、すごいツヤ肌にしてくれるタイプの、ベースなんですけど、ポーランド状のやつとミックスっていうか合わせて使うとすごい良かったです。はい、なのでコンボ、ただちょっと私匂いは好きじゃないですけど、お気に入りのプライマーです。トム・フォードのお気に入り、またこれですね、ソレイユブランっていう香水なんですけど、これはね、何人の人にも何の香水使ってるのと聞かれたのかはもうわからないぐらい、つけていくと大体褒められる香水で、個人的に私も好きです。なんだろう、爽やかかつ甘い、どっちもあるし、エロさもありつつの、女らしさもありつつの、エレガントもありつつの、まあなんだろうな、いい女っていう感じがする香水ですね。ただ1本すごい高いので、免税店とかで買うのをおすすめします。1本だいたい日本と3万ぐらいするので、免税店で買うと2万2000円ぐらいなので、ぜひ海外旅行に行く時とかに買ってほしいです。で私もね、もうないんだよな、ほとんど毎日使ってるので、もうほぼないので、ちょっと新しいの買わないと。すごいお気に入りの香水です。絶対いい香り。はい、こちら、これは友達から誕生日プレゼントにもらったんですけど、ロビンからね、ポーランド城のリップスティック。カラーが書いてないの？そっか、これカスタマイズするやつか、下の中に入ってるのか。207番のカラーですね。無難なピンクっていうのは、なんか本当に人に濃すぎずでも薄すぎない、ちゃんと唇塗ってるなっていう感じの可愛らしいピンクです。で、まあ的確にちゃんと似合うの買ってくれたロビンさん、すごいですけど、
可愛い、猫のケースに入れてくれました。ただ、これ結構持ち運びに使ってた感じです、長いな。オペラのリップティント、すごいいいです、いいです、いいですってみんなが言うから、なんどれがいいんだろうと思って試しに買ってみました。2番のピンクです。あの潤いもあり発色もし落ちにくいっていう、しかもコスパもすごい良い、いいリップでした。ただ私パッケージはすごいあのシンプルな、これも持ち運び用でよくあの使ってたリップになります。ただ唇の皮がむけてる時とかに使うと色が入っちゃうので気をつけて。フルダビューティーのエレクトリックオブセッションズとか、まあ他のアイシャドウもフルダビューティーのこのサイズのやつで各色に分かれてるシリーズがあるんですけど、宝石のアメジストとか、まあ、なんかエメラルドとかそういうのがあるんですけど、それもすごいお気に入りでした。紫の買ったんですけど、そっちもお気に入り、まあ、3000円以下ぐらいで買えるし、発色がすごいですね。コトパレットあんまり使いすぎて割れたんですけど、1個めちゃくちゃビビッドなカラーがよく入ってるパレットです。ちょっと変わったメイクしたいなっていう時はおすすめです。スカルプ D のマスカラ、ピュアフリーマスカラのブラックですね。これはなんか提供でやったものなんですけど、すごい繊細なまつげにしてくれて、お湯でしっかりオフできるので、まあ提供といえどすごいお気に入りの、まあ毎日使ってる商品になります。不老不死のモテライナーのチェリーチークっていうカラーです。あの毎日メイクでも紹介したんですけど、すごい可愛らしい目元に してくれるし、目元もしっかり締めてくれるカラーなので、秋とか春とかにおすすめのピンク色のカラーライナーです。ディオールですね。もう我がディオール、もうディオールのお気に入りが 1,2,3,4,5,6,6 個です。じゃあリップからいきたいと思います。全部いただいたんです。ただ個人的に買ったもので良かったので、いただけてすごい嬉しいんですけど、ディオールアディクトラッカープランプのダンスフロア556番ですね。でこのラッカープランプのいいところっていうのは、やっぱりプルンとさせてくれる上に発色もいい、そして潤いもあるっていう、で落ちにくい、うん、っていう、すごいいいカラーでした。これに関しては多分自腹切ってもうちょっと揃えたいなと思って免税店で買おうとしたんですけど、時間がなくて買わなかったやつです。でこちら、ディオールのルージュブラッシュ、これも紹介したやつですね、の601番のホログラムっていうカラーなんですけど、このチークがまた重ねてつけるのにすごいおすすめの、すごいね、あの角度によって変わるあのパールが入ってるので、なんだろう、人と違うほっぺにしてくれます。ディオールバックステージのグローフェイスパレット、これのね、待って、今の衝撃がなんかでちょっと出たよ、パレットから。なんか大丈夫、ちょっとここに行ってちゃんと危ないな、まあ、ハイライトのパレットですね。でブロンザーのカラーも入ってるんですけど、一応ラメが入ってるのでハイライトのピンクまで出てる、ちょっと落ち着いてくれや。 OK で、他のなんかハイライトと違うところはすごいキメが細かいんですよね。ラメがなんか大きなラメじゃないので、すごい繊細なハイライトになってます。また出てきた。出てくる。だからすごい、なんだろう、他にない感じで、毎回ハイライト使うときはこれを使ってました。で、これもまた夏、これを手にしたときから、これ以外のファンデーションはもうほぼ使えないぞという勢いで使ってきて、パッケージもボロボロになってきた、ディオールバックステージフェイス&ボディファンデーション。あとね、首の色と違う。くなってきたんですけど、夏はもう大丈夫だったんだけどな。1C っていう、これはね、なんか中間ぐらいのカバー力なんですけど、すごい潤いも出してくれるし、落ちにくいし、粉も吹かないし、ツヤも出るし、パーフェクト。でまたリップなんですけど、これはまあ皆様キスしても落ちないリップと言われているデュオラルディクトリップティントの251番ナチュラルピーチっていうカラーですね。これはね、まあ、匂いも さながらあのすごいお気に入りだったんですけど、まあ落ちないしっていうのが、ポイントで、すごい好きでした。ただ唇が向けてるときは色入ります。はい、あともう一つ、これで最後だ。ディオールの、リキッドアイライナーです。ブラックなんですけど、一式持ってるんですけど、まあ、全部すごいお気に入りなんですけど、結構、まあ、青とヴェニルブラックっていうカラー、ヴェニルブラックの方すごい落ちにくいので、ウォータープルーフだから、ただすごい綺麗な黒のアイラインが引けるので、
あのがっつり行きたい時はこれをよく使ってました。あの本もあるし服もあるんだけど、あとこれです、まとめージュっていうところのヘアスタイリングスティック、ウテナっていうところが出してるやつですね。ワックスがスティックタイプになってるやつって考えればいいですかね。結構アホ毛がこういうところで立ってきたりとか、このなんかなんだろう、産毛とかこう気になる、かき上げた時にここ出てるぞみたいな、と帽子かぶった時にこう出てくるぞっていう時のために買ったんですけど、すごいキープ力があってお気に入り。ジョン・マロン・ロンドンの、スイートアーモンドマカロンっていうソースです。これがね、杏仁豆腐の香りがして甘くてすごい好きでした。ですごい幸せな気分になれて好きでした。キャンドルでちょっと重いの持ってきたんですけど、ザラホームの、 あのジンジャーブレッドっていうあの キャンドルもすごいお気に入りでした。あのチャイティーみたいな感じの香りで、2回買いましたね。ただ期間限定だったので今あるかわからないんですけど、すごいめちゃくちゃ安いってわけじゃないんですけど、そのジョマロンみたいにすごい高いわけではないので、まあコスパはいいかなっていう感じで、こちらカロリミットを友達が飲んでて、でこれどうって言ったら、もういいよみたいな、もう太りにくいしみたいな、まあ買ってみた。確かに太りにくいです、太りにくい。ただ痩せるかって言われたら、まあそういうわけではないので、私その韓国の漢方と組み合わせて飲んでます。するとすごい体重が落ちます。 OK、 あともう少しもう少し。黄色いめちゃくちゃ黄色い、ちゃんと白くして OK。 よし行くぞ。こちら、これはね、なんかそのイタリアの通販サイトで買ったんですけど、もうこのこれと同じものは売ってないんですよ。その私セールの時に買ったから、もう同じものは売ってない、なんかみんな探したけどなかったですって言われて、バッグの中身紹介の時に、ただないんですけどすごいお気に入りなので紹介します。すいませんね、すごい可愛いでしょ、このなんかボックス型の、バッグになってて、まあ重いんです、めちゃくちゃ重いんですけど、し中身も全然入らないんですよ。財布、充電器、リップ2個以上みたいな、可愛いのでお気に入りです。高くもそんなに長く1万円以下だし、ね、みんな売り切れちゃって。よし、さっさと行くぞ。服、こちらドールズキルか、っていうアメリカの通販サイトで買ったやつなんですけど、カミングスーンっていうブランドの、ラリッタスポンジボブが載ってる T シャツです。でこのなんかコントラストがすごい好きでお気に入りの T シャツでした。4月とかそこら辺に買ったやつなんですけど、かわいい、オフショーのゲスのトップスになるんですけど、これねすごい大きいです、すごい可愛くて、ただ、まあ、着るブラジャーがそのちゃんとしたやつじゃないとダメなんですけど、可愛くてお気に入りでした。ザ寒いので今着れないんですけど、前の動画でも着てるんですけど、アズールのと、まあ、帽子ですね。なんか割引になってたので買ったんですけど、ちょっとエレガントな感じになるのでお気に入りです。ただちょっとアズールで一緒に買ったコート、あのアウターと着るとすごいロシアのなんかどこぞの雪道歩いてる人みたいになるので、ちょっと組み合わせには注意したいですね。フルラの手袋、これもねやっぱ手袋はやっぱモフモフじゃなきゃと思って買ってみたんですよ、この可愛いやつ。ただこれスマホ対応してるはずなんだけど、ちょっと聞きにくいところもありつつ、手を入れて出すとちょっと毛糸がついてたりする。でもデザインが可愛い、お気に入り。アズールで買ったアウターモコモコロシア、4000ちょいぐらい、4900円とかぐらいで買ったんですけど、セールで。もうね、コスパが最強にいいんですよ。友達がザラで同じようなのを1万ちょいぐらいで買ってたんで、待ってんやと思って、アズールありがとう、私すごい安い値段であったかいの買いました。パジャマですね、結構去年あのヴェレバイ17キログラムプロモーションに参加したので、それでパジャマ結構いただいたんですけど、あの見てください、こちらのベロア生地の長袖のパジャマ、これねすごいお気に入りだったんですよ。でもうほとんどなんかもう毎回寒いって言ってこれ着てたんですけど、ズボンの方がね風で飛ばされまして、ちょっとショックがね隠せないです。あの下の階に落ちちゃってる。でこちら、これはね最近ほぼ毎日着てるやつですね。あやべ、上下逆、まあいいや。クマのデザインの、これもウェレのパジャマなんですけど、これがね鬼暖かい。先ほど紹介したクマ、こちらのやつよりもなんかもう3倍ぐらい暖かくて、もう暖房がいらないレベルなんですね。だから寒い冬はもうこれでいいですね。ただ汗をかくレベルで暑いです。だからズボンはだいたいこっち使って、こう
ぬくぬくしてます。オッケー、服終わり。ちゃんと本読んでますっていうのはアピールしておかないと。一応読書好きだから。ただでも偏りがあるので、なんか小説っていうよりも普通に自分が勉強してることがやっぱ好きなので、あの大学のね専攻してる部分のジャンルがすごい好きなので、そういうジャンルになり、じゃあ、これから紹介していくかな。私おすすめするのはこちら。これはね、いつ頃買ったのかな、わかんないんですけど、すごいみんなにも読んでほしいっていうか役に立つと思うのでおすすめのやつです。今更聞けないお金の超基本ビジュアル版で、節約貯蓄投資の前にって書いてあるんですけども、基本の基、みんながその学校で教えてくれないようなことだけど必要なことを知っておいた方がいい、税金とか、まあなんだろう、結婚するときにどれぐらい必要なんだろうか、どうやって計算するんだろうとか、どういう貯金の方法があるのとか、どれぐらいを貯金をしたらいいんだろうかとか書いてますね。で、いう働き方もありますよ、なり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 、なんだろう、すごいオールマイティーに全部書かれてるので基本ですね。これ読んでれば、まあ、うちも付箋も貼ってある、税金のあれどれぐらいかかるんだろうとか、そういう時の計算法とかに使ってます。だから貯金したい人とかにはおすすめですね。まあ、社会人の方もいいですし、もう主婦の方もすごい読んでもらったらいいじゃないかなっていうの。読みやすいです。しかも絵も絵で説明されているので、完全にこれはもう大学の私の専攻の分野っていう感じですけど、私経営なので専攻が、まあ経済も好きで学びたいので買ったやつなんですけど、経済用語図鑑、これすごい、なんていうの、経済で学ぶ用語が英語の単語も書いてあるし、絵でちゃんと説明されてるし、言葉も優しく説明されてるので基礎、レポートとか書くとか、なんか勉強するときに例えば単語が分かんなくていちいち Google で調べるよりこっち見てパッて分かるかなっていう、辞書っていう感じかな、私は経済の用語ので、可愛い絵と一緒に書いてあっておすすめで、経済の授業取ってる人はぜひおすすめの基礎的な本になります。チャラー、はい、次、経済は世界史から学べ、すごい、ね、好きでした。私世界史も好き、地政学とか結構個人的に好きな、でもやっぱ専攻が経営とかなので、やっぱ経済と関連して歴史とかいろいろ学びたいなって思って買ってみました。でね、なんかすごい分かりやすく歴史とか説明されてるし、なぜこうなったのかっていうのも結構簡単にまでまとめられてる感じですね。で、深く掘り下げたい場合は他にまた本を買って深めればいいと思うんですけど、すごいこれまたなんか読みやすいですね。世界史と経済どっちも学びたいなっていうことはつなげて考えられてるので、こういう経済的な理由があったからこういう判断をしたみたいな、この国はです、おすすめ。待って、まだあるから、チャラーン、こちら、漫画でわかる行動経済学、これすごいね、めちゃくちゃ簡単に書いてあります。ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンが結構本ファースト&スローっていう出してるんですけど、とりあえず分かりやすくちょっとパワーッと押さえておこうかなと思ってこっちの本買いましたね。風呂で読んだのでちょっと よれてるんですけど、すごい漫画でも説明されてて、かつすっごい分かりやすく説明されてるので、どう、なんていうの、心理学的に人は物を買うかとか、どう人はどうやって選んでるかとかいうのを、まあ心理学的に説明されてる、もし経済心理のものですね。だから分かりやすいので、結構まだこれも初回初めて学ぶときにおすすめの本です。よし、あともう一個、経済の本、あともう一個ですね。あ、これ経営だった。大学4年間の経営学が10時間で学べる、ざっと東京大学経済学部教授の人が書いていらっしゃるやつですね。で、まあ、ざっくり書かれてるので、もうなんか大体これってどういうことなんだろうみたいな、この論理は何なんだろうみたいな、読みやすく書かれてるので、すごい、まあ、これも本当に最初の方に読むやつですね。で、頭に入れとけばもうなんかもう分かりやすいよ今後みたいな。そうですね、経営学学んでる人はすごいおすすめです。で、10時間も多分かかんないかな、読むのに1、2時間とか3時間ぐらいで多分読める量で、ただ記憶できるかっていうとまた別の話なんですけど。ふっ、で次、こちら、これはね経済の本じゃないですけど、ルームツアーで、本棚落ちた時に悪女入門って何みたいな、悪女入門、ファム・ファタル、恋愛論っていう、
これね、すごい鹿島茂さんっていう方が書いたやつなんですけど、フランス文学に出てる、女性で、ファンフェファタルって結構すごい私も面白い言葉でお気に入りなんですけど、魅力的でなんか人の人生を壊してしまうほど魅力的っていう感じなのかな、説明すると、私の説明だとね。で、そういう人たちのに何が共通してるかとかいうのが書かれてるんですよね。で、そのどの物語で どういう行動をしてきたかとか、なぜ男はそれに騙されてしまうのかみたいなのが書いてあるんですよ。ですごい、なんだ、まず鹿島茂さんの語彙力がすごいの、説明の仕方っていうのがすごい好きですし、こんな女にはなれないと思いますけど、女のその強いところを読んでみたいなって思う方はこれぜひおすすめです。じゃ最後にレシピ本いきたいと思います。レシピ本はね、いっぱい買ったんですけど2冊紹介したいと思います。春婚カフェご飯、これ6なんですけど、これツイッターとかでも有名な山本ゆりさんっていう方が、執筆したレシピ本で、すごいなんか簡単に作れるけどおしゃれで美味しい食べ物がいっぱい載ってますね。カフェっぽい感じのやつで、これ結構中見てね、美味しそうと思って毎回作ってたりしました。作りやすいし美味しいしおすすめです。で、他のやつも欲しいなと思ったんですけど6しかまだ買ってないので、人に出すときしかりすごいおすすめの本です。で、最後こちら、フライパンでできる本格フレンチレシピ、エモジョーさんって、エモジョーさん YouTube で結構有名なレシピってか、オドフェチな感じの、クッキングの動画作ってらっしゃる方なんですけど、フライパンでできるフランス料理ですね。ですごい、もう多分ほとんどの料理作ったんですけど、私魚以外、彼氏の方がなんかフランス育ちで、フランス人とのハーフなので、舌がフランス人ですね。日本食で納豆とか食べれないのは分かるんですけど、日本食も食べれるんだけど、たまに懐かしくなるのか食べたそうにしていたので、ちょっと作ってあげようかなっていう意味で買ったんですけど、彼曰く、結構本当にフランスのお母さんとかおばあちゃんが作る味っていう感じらしいです。だからこう馴染み深い味らしいですね。お腹すいたっていう時はこういうの作るようにしてます。私は食べても なるほどこういう感じなのねみたいな、こう優しい感じの味する感想しか出なかったんですけど、日本食で育ってるからこっちも、フランス人の友達がいる方とか、にはおすすめのレシピ、あとフランス料理食べてみたいなっていう方、おすすめのレシピです。やい、終わったー。 OK、 よし、以上です。もうすごい長さになっちゃった。編集がすごい変態そうで、本当に遅れて2018年のお気に入り作って申し訳ないです。やっと作る時間が経ったので、それでは、また動画のリクエストとかあれば、ぜひ下の方にコメントしてください。みんなのすごいもうめちゃくちゃお気に入りでしたみたいな2018年のコスメとかあればぜひ教えてみてください。それも私も使ってみたいので参考にしてみます。それではまた次の動画で会いましょう。バイ。